皆さんこんにちは。 Welcome to 英語ファイル。 今回は SDGs のお話をします。で、 SDGs の知識があると英検、国連英検、その他社会問題に関する面接だったり英作文で役に立つかもしれません。で、一切難しい話はしないので、今が知識ゼロの状態でも、全く問題ありません。まあ、簡単に重要なデータだったり、表現を紹介する程度なので、ぜひ覚えていってください。じゃあそもそも SDGs とは何の略語なのか。Sustainable Development Goals。 日本語で言うと持続可能な開発目標。で、持続可能っていうのはつまり今のことだけじゃなくて将来のことも考えながら長く続けられるようにしましょうということで、開発の部分は、まあ、つまり社会を発展させてみんなで豊かになりましょうっていう意味なので、SDGs はこれらの考えに基づいて国連で採択された17の目標のことです。そしてこれらの目標を2030年までに達成することを目指しています。では早速これら17個の目標のうち1つ目を紹介します。 No Poverty、 貧困をなくそうです。では具体的にどういうことを目指しているのか。例えばこういうのがあります。 By 2030 eradicate extreme poverty for all people everywhere。 2030年までに世界中のすべての人の極度の貧困を根絶する。で、ちなみにこの extreme poverty にはちゃんと定義がありまして、Living on less than $1.90 a day ですね。なんとこの $1.90 というのはアメリカドルです。で、これは世界銀行による最新の定義なんですけれども、どうやら昔は$1.25だったんですね。だからたまに国連のサイトを見ると、この$1.25っていう数字も出るんですけど、多分最新が$1.90のはずです。ということで、このように数字だったり表現を覚えておくといいと思います。じゃあ、以上が大きな目標の一つだったわけですが、じゃあ今まではどういう状況だったのかっていうのを確認していきましょう。Globally, the number of people living in extreme poverty declined from 36% in 1990 to 10%, about 700 million people, in 2015. 極度の貧困状態にある人々の数が 36% から 10% まで下がったので、まあ、かなり改善されていたっていうことがわかると思います。じゃあ最後に現状はどうなのかっていうのを確認してみましょう。 The COVID-19 pandemic is estimated to push an additional 88 million to 150 million people into extreme poverty this year。 このコロナの流行により、まあ、今年はさらに8800万人から1億1500万人の人々が極度の貧困に陥ると推定されていますと。なのでまあここまで細かい数字は覚えなくていいと思うので About 100 million でいいんじゃないですかね。で、それはまあ日本の人口とあんまり変わらないっていうふうに覚えておくと、まあ、覚えやすいかもしれません。はい、ということで、まあ、その目標達成に向かってね、まあ、結構進んでいたんですけれども、まあ、このコロナのせいで、ちょっと達成が厳しくなったかなっていうのが現状みたいですね。では早速これらの知識を使った英検一級のスピーチの回答例を見せます。じゃあお題は例えばこういうものだったとしましょう。 Can world poverty ever be eliminated? 世界の貧困はいつか根絶することができるんだろうか。 Well, I believe it can, based on the progress that has been made over the past few decades. So I heard that in 1990, the percentage of people who were living on less than $1.90 a day was around 36%. But that percentage has dropped to around 10% today. So that's a huge improvement.And I think one of the reasons why that was possible was thanks to the efforts of international organizations such as the United Nations. So the UN adopted the Sustainable Development Goals in 2015. And the first of those goals is basically to end all forms of poverty everywhere. And specifically, one of their targets is to eradicate extreme poverty.By 2030. And I think we were making pretty good progress until the coronavirus pandemic struck and devastated the world. So I heard that unfortunately this crisis has pushed back about 100 million people into poverty. So unfortunately we've gone a little off track now, but I think
in the future, and I hope that in the future, poverty will be abolished from the earth once and for all. はい、という感じですね。まあ、場合によってはもうちょっと長くしたり、短くしたり、あるいはもう一つ別の理由を、付け加えたりする必要があると思うんですけど、まあ、このように数字とかね、あと固有名詞とか使えるようになると、まあ、より説得力が高まると思うので、まあ、知らないよりは知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとね、より深くこの SDGs の一つ目の目標について知りたいですっていう人のためにリンクを貼ってありますので、そちらも確認してみてください。まあ、今回はね、ちょっと新しい試みだったので、いろいろ意見を聞けたら嬉しいです。まあ、もし需要があるならば、まあ、もうちょっとね、まあ、17個全部、やるのもちょっと考えていますので、いろいろ聞かせてください。っていう感じで、今日はここまでになります。Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.